ございます。今日は8月の26日日曜日です。東海道線に乗って熱海まで行く途中、根府川という駅に途中下車いたしました。なぜかというと、ホームから海辺が広がって見えたから、です。この根府川の波の子村と言われるんですが、そこのキャンプ場で今あ授業を取っています。今日も先生は おはようございます。何をなさってんですか？台風14号で、網が壊れて、それの修理。これは網の楽屋って、網を据え付ける場所 の、 ロープの修理です。それをグッとこう締めないといけないんですか？そう、これすれ止め。はいはい。定置網っていうと、こう船で行って垂らしておいて、はい、それであれですよね。そうです。はい。もう何年くらいなさってんですか？もう俺は、もう30年、40年。今回台風で網をさらわれちゃったって言うんですけども、過去にもそんなことありましたか？過去に やられたことは、これまでひどいことはなかった。過去には多少あったけど、これまでひどくなかった。網は一つと考えていいんですか？網は一つ、船パーツで3箇所ぐらい。全部、ほとんど全部、全部っていうか、揚げてある魚を取る場所だけ揚げてあったんですよ、台風で。そこは目が細かいから、ここはやっぱりね、波とか潮に引くから、そこだけはもう台風が来る前に揚げちゃうんですけど、その他がやられた。上りとか運動場、あと一段箱で駆け出し、でそれはほとんどやられたから、バラバラで自分で修理できないから、業者に出さなきゃ無理かな。そんな感じです。そうですか。これは一つの網の、いわゆるさっき引き綱みたいって、引き綱じゃなくて何とおっしゃられましたかね、この今お作りになられてるのは、楽屋。これは何メートルくらいあるんですか？楽屋、これ今作ってるあれの場所は、300メートルぐらいです。これはもう怒りが行くから、怒りの部分の。そうすると今は仕事もその網でもって魚を取るということもできなくなって、今はこれ早く、ね、一日でも早くさ
直してやっぱり入れたいから、うん、俺なんかねそれで食べてんだからそれがなんかねえそれで消化してもわかりました。大丈夫、従業員もいるんだけどさ日曜日はやっぱりね休みやんだけどさ、あ従業員も3人4人あら あそう、ね、日曜日ぐらい休みよいくらね終わるし休みやん。俺はね使ってる方だから。そうですか。従業員休みして俺は1日でも早くやりたいから、やっぱり俺はだから お盆でも、もうずっと仕事してる。もう一人でなね一つ仕事でもやっぱりやんなきゃ終わんないじゃん、ね、ちょっとしたことでもやんなきゃ終わんないから、やっぱり少しでも一日でも早くね創業したいからしょうがない。若い人にね休みの時来いなんて言えねえしね。ありがとうございました、はい、なんとか絵になると思います。ありがとうございます、はいはい。